やってまいりました。選手権神奈川予選決勝トーナメント2回戦、厚木北高校対江ノ島高校の試合は残り時間10分を切ってなお1対1の同点。中塚、左サイドの8番ケア、11番は任せろ。ウィス、海王子はゴール前。おう、堀川は10番マーク。ギシャ。前半荒木温存した江ノ高、得点はファイトリックでディフェンスラインを突破した相澤の1点のみにとどまり、終了間際には厚木北のエース11番岩村に同点弾を許して1対1の同点で折り返しました。しかし後半に入って江ノ高は攻撃的ミートフィルダーとして出場していた日野を下げて荒木を投入、ほぼベストの体重に戻した荒木の活躍で後半はここまで押し気味に試合を進めています。ここは倒産、なんと小田が岩村からボールを奪った。さあこのボールをロングフィードの右サイドに送った。これを的場が受けてサイド突破させるかと見せかけて即座にセンターに戻した荒木だ。卓越したパスセンスで再三のチャンスを演出してきた10番に残り時間5分というところでいい形でボールが回ってきた。さあ見せてくれ、マジで荒木隆一。これ以上ゴール前に出させるな。14番アイカーマーク、12番は任せろ。相澤がバイタルエリアに飛び出した。マクアが合わせて追う。なんとパスはフェイントだ。荒木はドリブルで仕掛けだ。2人目もかわした。絶好調の荒木、このまま1人で行くか。谷沢8番につけ、荒木は任せろ。ここで厚木北ディフェンス陣の要スイーパーの与田多門が飛び出した。さあ見応えのある1対1だ。右か出た、荒木得意のラボーのフェイント。荒木の動きにつられて与田は完全にボールを見失った。そしてこのボールはスペースへのパスになる。走り込むな、相澤だ。荒木の作り出したスペースに絵に描いたような鮮やかな飛び出しで出現。くそ、近藤先生から連絡がありました。どうだったんですか試合。湘南大附属が敗れたそうです。え、湘南大の得点は日比野くんのフリーキックによる1点のみで、逆にフォアローズが完全に崩されて3点を失いました。我々の準々決勝の相手はあの相模ヶ浦高校です。どうもありがとう、荒木くん。どうもっす。ところで、選手権の神奈川予選の方はどうなのかな。江ノ高は久方ぶりの準々決勝進出を果たしてるわけだけど、次の相手は今大会の台風の目と言われてるあの相模ヶ浦でしょ。エースの君がいないことでチームが予選敗退ということになっては。負けやしませんよ、江ノ高は。え、俺がいないくらいで負けるようなら花から全国制覇なんてできゃしないっすから。たく、言い過ぎだ。また大きく出たね。まあ相模ヶ浦に勝てば次は前に俺のミスで PK 負けしてる要因学院でしょうからね。メダルを手土産に一皮向けて帰ってきて、今度こそ PK なんかじゃなくきっちり決着をつけてみせますよ。よし、時間だ。行くぞ、小僧ども。ナイス。はい、荒木さん、龍介。
2対1で勝利した厚木北戦から3日後、準々決勝進出を決めた1点につながったあの乱暴なフェイントからのラストパスを置き土産に、荒木さんはアジア遠征に出陣していった。やっぱ成田までは遠いな。2時間以上かかんだもんな、江ノ島まで。大阪まで行けちまうよな。しかし本当に荒木がいなくなってみるとさすがに不安になりますね。うちがやっと勝てた湘南大附属を3対1で負かした相模ヶ浦と奴抜きで戦うというのは。不安になるのは当然です。荒木君はチームの精神的支柱でもありますからね。ねえ、確かについに完成した相模ヶ浦のトータルフットは前回のインターハイの時とは全くの別物と言っていい。まさにネオトータルフットボールとでも言うべき出来栄えでした。まだ近藤先生の撮ってきてくれたビデオを見ただけですが、インターハイで彼らに圧勝した要因学院が取ったトータルフット対策を湘南大附属が真似て戦ったにもかかわらずあの結果ですから、さすがに私も不安になりましてね。できるだけのことをしようとあの後をすぐに思い切って動いてみたんです。そしたら心よく引き受けてくれましたよ。引き受けてって内緒です。ま、せっかくだから明日の放課後までサプライズで撮っておきましょう。岩木監督、一体どこと練習試合なんですか。いい加減に。もっと来ましたよ。湘南大附属。いや、日比野。どうも、江ノ高サッカー部監督の岩木です。お世話になります。インターハイを最後に退職した麻生の後を受けまして湘南大附属の監督をさせていただいている木所です。どういうことなんですか、岩木監督。相模ヶ浦のトータルフットを可能な限り体現してもらい、仮想相模ヶ浦として練習試合に付き合ってもらおうというわけです。実は前の麻生監督とお酒をご一緒させていただく機会がありましてね、思い切って練習試合を申し込んでみたところ。それはぜひお受けするように新監督の木所君に伝えます。本当ですか。実は今回監督を離れた立場で相模ヶ浦の試合を観戦して痛感したんです。フォーアローズという伝統のフォーメーションにこだわりすぎてかえって選手たちの可能性を狭めていたのかもしれないと。麻生先生、正直相模ヶ浦のトータルフットは衝撃でした。我が校のイレブンはその凄さを目の当たりにしていますし、江ノ高の皆さんのお役に立てるかもしれません。ありがとうございます。いえ、あのインターハイ予選の江ノ高との試合は私の監督人生の中でも屈指の名勝負でした。何より私は江ノ高サッカー部のファンなんですよ。うちのサッカー部の連中も何かといえば江ノ高の話になるくらいでしてね、彼らも試合に負けた悔しさとは別の絵も言われぬ魅力を江ノ高のサッカーに感じているんでしょう。麻生先生、その江ノ高がエースの荒木君抜きで強敵と対戦し、もし実力を発揮できないまま負けてしまうとしたら何とも残念でなりません。選手たちもきっと同じ気持ちのはずです。麻生監督が。彼らの好意に応えるためにも実りある練習試合にしましょう。ただいまより江ノ島高校対湘南大附属高校の練習試合を開始します。礼。よろしくお願いします。
日比野、またやれるね。よし、来い。行け、かける。はい。なんでセンターバックの日比野が。何ポカンとしてんだよ、かける。今の俺らはフォーアローズの湘南台じゃねえんだよ。俺たちはネオトータルフットの相模ヶ浦。俺は背番号14番を背負うダブルエースの一人、剣道継ぐ秀だぜ。ボール狩り。おっしゃ。10番の剣道和秀だ。キョすごいわ。さすが名門湘南大付属。一度対戦しただけで今のボール狩りといい、トータルフットが様になってる。きっとうちのオファーを受けた後で必死に練習を積んでくれたんでしょう。我々にトータルフットボールを体験させるために。勝てよ、江の子。荒木がいないハンデなんかに負けるな。必ず相模ヶ浦を倒して、そして全国に行ってくれ。どう戦うかな、エノコは。俺たちが感じ取ったネオトータルフットボールの怖さは伝えられたと思いますよ、本田さん。練習試合とはいえ、うちの付け焼き場のトータルフット相手に2対0の負けってのは、荒木の抜けた穴は大きいって印象だったけどな。しかも俺たちは40分が限界でしたからね。あれ以上走り回るのは不可能だった。でも相模ヶ浦なら走り切る。それだけじゃない。たった1試合の対戦では感じ取れなかった何かが今の相模ヶ浦にはある気がするんだ。この本田マイケルにも感じ取れなかった何かがな。出た。この本田マイケルにもな。うん、始まるぞ。はい、頑張れよ、かける。勝つよ、必ず。練習に付き合ってくれた日比野たちの行為を無駄にしないためにも。エノコーサポーターの皆さん、お待たせしました。いよいよ全国高校サッカー選手権神奈川予選準々決勝、エノコー対相模ヶ浦戦が間もなくキックオフの瞬間を迎えようとしています。私はエノコーサポーター席の実況を担当させていただく放送部アナウンサー山梨一郎。そして同じくほとんど話をさせてもらえない福島桃子です。山梨、今日こそ喋らせてやれよ。それでは福島アナの方から今日の両校の先発メンバーの紹介をさせていただきます。はい、それではまずエノコーイレブンから。ゴールキーパーは怪我から復帰してインターハイ予選以降レギュラーに定着した李明俊、3年生。近いうちに絶対その場所取り戻すからよ、リーさん。もうおなじみになった2バックシステムは堀川海王子のデコボココンビ。そしてボランチは右が1年ヤクモ、左は3年生キャプテン沢村。そして中央にはエース荒木がいないこの試合の第一の鍵を握るレジスタ小田龍馬。打ち合わせ通り、序盤はブービートラップフォーメーションは取らないでいくぞ。うん、攻撃的ミッドフィルダーにはユーティリティプレイヤーの日野が入り、もう一人はいつもの通り兵道。この二人で司令塔荒木の抜けた穴を埋められるかどうかが第二の鍵になりそう。最後に3トップは1年生トリオ。右サイドには江ノ高のスピードスター的場薫、左サイドにはおなじみ江ノ島タワーこと高瀬道郎。おなじみって。そしてセンターフォワードはここまで2試合で4得点を決めて絶好調の相澤翔。翔！
それでは続きまして、阿久津雅美監督率いる相模ヶ浦イレブンの紹介をさせていただきます。まずゴールキーパーはゼッケン1番村木彩斗。ここまで2試合で1失点となかなかの堅守を誇る守護神です。ディフェンスは4バック、ゼッケン2番瀬賀一輝、3番藤川辰巳、4番玉川一郎、そして5番の林道勇樹。インターハイには出場していなかったこの2年生がなかなかのくせ者です。何でも春までクラブチームのユースでやっていたそうで、選手権の直前にサッカー部に合流したとのこと。江ノ高にとっては要注意のディフェンダーです。次はミッドフィルダーです。6番倉田真希夫、7番信楽五郎、8番松本伊之助、9番菊池宗男、そしてエースナンバー10番を背負う天童和秀。今大会注目のプレイヤーの一人で、双子の天童兄弟の兄、ネオトータルフットボールの第一のコントロールタワーともいえる存在です。最後にフォワードは天童嗣秀のワントップ、トータルフット第二の司令塔でありチームのエースストライカーです。この天童兄弟に仕事をさせないことが江ノ高勝利のための条件といえそうです。ただいま福島アナが紹介してくれた相模ヶ浦イレブンのポジションですが、このチームにとってはキックオフ時の立ち位置に過ぎません。ポジションにとらわれず、全員攻撃、全員守備で狩りをする狼の群れのように相手チームを蹂躙する、それがトータルフットボールなのです。さあホイッスルが鳴った。準決勝進出を果たすのは江ノ高か、それとも相模ヶ浦か。注目の一戦キックオフ。ネオトータルフットボールの基本はボール狩りと言われる人数をかけたフォアチェックだ。センターサークルにボールがあるうちにどんどんアタックをかけてくる。その前に作戦通りですね、岩木監督。ええ、相模ヶ浦がボール狩りに集まってきたら、その輪のすぐ外に少し大きな輪を作って。来たボール狩りだ。この位置でボールを奪われると一気にピンチになるぞ。危ない番号。そうは行くかよ。スルーパスだ。正確なキックでディフェンスの間を抜いて。よし待ってます。とばかりに敵ディフェンス陣の外に構えていたマドバがこのボールをキープ。そのままドリブルでガッと。素早い相模ヶ浦のチェック。マドバあっという間に取り囲まれた。くそ、一体何人いるんだよ。カオル君頼む。マドバからフリーで飛び出した相澤にパスだ。このままバイタルエリアまで突ければゴールまで一直線。なんとオフサイドフラッグが上がっている。嘘だろ、あの位置まで最終ラインが上がってたっていうのか。なんとセンターサークルをわずかに出たところでもうオフサイド。信じられないディフェンスラインの押し上げだ。一歩間違えれば全くのフリーの状態で自陣を突破されてゴールキーパーと1対1になってしまう状況で、何の迷いもなくオフサイドトラップをかけに行った。これがネオトータルフットボールの片鱗なのか。そしてフリーキック、今度は相模ヶ浦の攻撃パターンです。さてこっからやで。ネオトータルフットボール、高校サッカーを変えるお前たちのサッカーを見せてやれや。さあ軽く出してサイドの6番倉田がボールを受けてドリブル。いやすぐに上がってきた2番瀬賀が受けてまたパスだ。はい、なんて目まぐるしいパス回しなの。しかも正確。闇雲にボールの行き先を追いかけないようにして、まずは相手の苦手なドリブル突破を仕掛けさせるのが陽陰学院がインターハイで用いた作戦です。でも同じやり方で湘南大附属は3点も取られ、その理由も分かっていません。ええ、この試合一刻も早くネオトータルフットボールの秘密を見抜かないと湘南大附属の二の舞になるかもしれません。よりによってなんでこんなヤバい相手の時に荒木さんがいねえんだよ。あの人がいてくれたらなんとかなるような気がするのによ。でも彼の天才的センスに頼っていたのでは。どのみちエースに厳しいマークをつけてくる陽陰学院や釜学といった本当の強豪校には勝てませんよ。
ともかく試合は始まってしまった。どんな鮮やかな攻撃でも最後にはゴール前での攻防になる。タフなこの試合の鍵を握るのはもしかするとゴールキーパーの敵っすよね。そういうことになるかもしれません。さあ、ずっとボールを回している相模ヶ浦、攻めあぐねているのか。湘南大附属でさえも止められなかった攻撃なんだ。きっと江の高の守備の弱点を見つけていて、そこにつけ込むためのパス回しに違いない。相沢、引きすぎるな。こっちが消極的になるとドット人数を前線に送り込んでくるぞ。そうだった。はい、よし、そろそろ行くか。継ぐ秀。はいよ、和秀。何か始めるつもりか。そろそろボールをよこしてもらうぞ。これからだぜ。おっと、ショートパスで短く繋いでボールを回していた相模ヶ浦、いきなりのロングパスでサイドチェンジ。狩りの始まりだ。